皆さんこんにちは、富塚優子です。今日もですね、不動産と投資についてのお役立ち情報をお話ししていきたいと思います。はい、この回のシリーズでお伝えしているのが、マンションの、投資した場合の利回りですね。この利回りの計算の仕方についてお伝えをしています。入ってくる方と出てくる方、出てくる方の費用のサイドですね。これまで管理費ですとか、修繕費についてお伝えいたしました。ここで皆さん注意していただきたいのは、こちら修繕積立金ということですね。これは長期修繕です。長いことマンションを使っていますと、例えば屋根の方の防水っていうのはこれまで20年ぐらいですかね。それをやり替えないといけません。そしてまた外壁、その壁ですね。マンション全体の外壁のところもですね、タイルだったらタイルが剥がれてきたりとか、あとですね、もうだいぶ黒くなってしまったりとか、その防水が剥がれてきたりってこともあります。ですので、この外壁工事もやり直さないといけないんですね。そのために、マンションの所有者全員で、管理組合というのを作ってるんですけれども、この組合に一定のお金を積み立てるっていうことを各区分所有者さんがやってます。マンションの所有者さんがやってるっていうことですね。この修繕積み立て、この長期修繕の部分も考えていかないといけませんよということです。例えば、月額7000円積み立てているとしたら、これは1年間で、8万4000円ぐらいになってしまうということですね。ですので、この長期の修繕のお金っていうのは、大体ですね、1から 2% これ1年間で積み立てるということになります。こうしますと、1000万円のうちの1から 2% ですね、10から20万ぐらいは、この長期の修繕の費用として、考えていかないといけませんよということになりますね。はい。こうしたところをちょっと頭に置きながら、この長期の修繕、積み立ての費用っていうことも、自分が出ていく費用として、考えておかないといけませんので、こちらも注意をするようにしてください。はい。今日はですね、マンションの修繕費についてお伝えをいたしました。次回もお楽しみに。